金城優香です。今回は、スウェーデン初のスポーツウェアブランドマイティソロさんからなんと素敵なプレゼントが届いたので、こちらのスポーツウェアちょっと着用してみたいと思います。マイティソロさんとはいてどういうブランドなのかということをちょこっとだけ説明させていただきたいと思います。こちらのマイティソロなんですが、スウェーデン初の、スポーツウェアブランドで、なんと女性チームが女性のための、女性が楽しめるウェアを作りたいということで立ち上げたブランドです。ちなみにこちらのブランドウェアが届く前に、私実は持っていました、マイティソロさんのね。でちょっと見えにくいんですが、こちらが、モーションプラスっていう、タイプになっていて、ちょっとミドルサポートって言って、まあ、スポーツブラには、ミドルサポート、ハイサポート、ローサポートっていうのがあるんですけれども、ミドルはちょうど中間ですね。こういう風にちょっと伸縮性があって、生地もすごく伸びますし、ホールド力は程よくあります。で、結構肉厚です。なので、お肉をこう、ね、レギンスだと、お肉を拾ったりとかっていうのもあまりないです。こちらはね、サポート力は結構いいです。で、今回届いたのがそれのさらに上を行くハイサポートの、ウェアになります。で、今回はマザーネイチャーシリーズというところから、めっちゃ可愛いですよこれ。すごい柄可愛いですよね。これフィジー、マザーネイチャーシリーズのフィジーというシリーズになっています。前から見たらこんな感じね。後ろのカットもね、結構可愛いの。この背中がね、ちょろっと見えるカットになっています。で、こちらはさっきの、モーションプラスに比べてハイサポートになっています。ハイサポートなので結構こう伸びはいいけど、ちょっと固めというか、しっかりとサポートしてくれるような印象の、ウェアです。これがトップスになりますね。で、ボトムスも同じ柄です。めちゃくちゃ可愛い、女子テンション上がるやつですね。一見なんか柄なんで派手かなって思いがちなんですけど、色味がね結構落ち着いているので着やすいかと思います。そしてほら、すっごいハイサポート、わかります？しっかりサポートします。で、これ何がいいかって、結構ねハイウエストなので、まあ後で着用しますね。ハイウエストなのでお腹もしっかりとサポートしてくれます。いろいろ言っておりますが、百聞は一見にしかずということで、早速つけてみたいと思います。早速着替えてみました。いかがでしょうか。すごくね、今まで持っていたミドルサポートのものよりしっかりとサポートしてくれているなっていうのがすごく実感できます。で、こちらトップスなんですけれども、私が今着ているのが XS サイズになります。で、大体私は、日本サイズだと M もしくは L なんですけれども、海外既製品なのでちょっと大きめに作られています。なので、いつも使っているものよりも1サイズもしくは2サイズぐらい小さく注文してもいいかなと思います。参考までに、私は今バストが90でアンダーが70センチになります。で、こんな感じ。ちょっとね、私尋常じゃないサイズ感なのでちょっと変なんですけれども、こんな感じですね。何がいいって、この分かります？女子あるあるなんですけど、ここにね、お肉が乗っちゃうとかっていうのがあるんですけど、マイティソロさんのものはそういうのが全然ないです。しっかりとこうホールドはしてくれるけれども、嫌な肉ははみ出ないように作ってくれているっていう印象がすごく強いです。そして驚きなのがこのボトムス、見てください。ボトムス、さあ見てはわからないと思いますが、横見たとき、わかりますか？横見たときに、だいたい、これハイウエストなので、ローウエストだと、ここウエストだと、ここにお肉が乗っちゃって、ちょっとテンション下がるわっていうことが結構あるんですけれども、ハイウエストなので、そういったものはすべて隠してくれます。嫌なところは。そして、ここヒップをしっかりと
アップしてくれます。実際の位置より私履いていて、履くときにこうキュッとね上げるとしっかりと上に上げてくれます。で、産後のママさんだったらあるあるなんですけれども、いくらトレーニングしてもお肉がちょっとね、ここの伸びた皮膚とかがね、お腹の下の皮膚がちょっと緩んでるわっていうのが多いんですけれども、これも見事にここハイサポートなのでピタッとまっすぐになってるの分かりますか？というふうにこう自分の体に自信が持てるような、ラインの作りをしてくれています。で、ハイサポートなので、履くときはちょっとだけきついです、正直。しっかりとサポートする分けれども、不思議なことに履いてみるとすごく動きやすい、収縮してくれる、収縮が強いからね。で、ヒップとかも、まあ、トレーニングとりあえずやってみましょうか。とりあえずじゃあオーソドックスなトレーニングをまずはやってみたいと思います。それではトレーニングスタート。Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah.Silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah.ブラだと揺れてしまってここが痛くなってしまうっていうことがあるんですけれども、これ全然そんなことがなくて、まあ、ある程度はねやっぱり揺れちゃうけど、しっかりとホールドしてくれてるからトレーニングに集中ができる。で、あとはスクワットの時にお尻のこう伸び縮み、筋肉の収縮っていうのと同じようにレギンスが動いてくれるから、筋肉の意識っていうのもすごくしやすいなっていう印象がありましたね。でね、私好きなのが個人的なこのさ、背筋が見えやすいの分かります？これここのカットがあるから脊柱起立筋もしっかり見えるんですよ。これが個人的に好きなポイントです。で、何よりやっぱりトレーニングウェア、私黒が多いんですけど、柄物着るとテンション上がりますね。っていうところで、まあ、マイティーソロさんの、フィジーシリー、フィジーね、これ総合的に言うと本当に上品です。上品ですって言っちゃってる、上等、本当にいいです。しっかりとサポートしてくれるし、着るときちょっときついけど、着てしまえば自分の体にフィットして、本当に自分の体の一つみたいな、体の一部みたいな感じで
使えるので、すごく私はファンになりました。さらにぜひですね、トレーニングをやり始めた方でも、トレーニングを長年やっている方でもですね、ぜひぜひ MIT ソロ試してみてください。もうお気に入りの一枚になっちゃった方、毎日着るかも。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。